今の体育会系ならではの不安とか、質問を今していただいたと思うんですけど、はい、それ以外に就活に関しての相談があったらお聞きしたいなっていうふうに思ってます、はい、今自分が通ってる大学と学科なんですけれども、はい、第一志望だったところではなくて滑り止めなんですけれども、そういうところって就活で聞かれた時に話した方がいいのかなって。はい、もう結論から言うと学歴に価値はないです。人生を決めるのはやる気モチベーションなんですよね。でモチベーションであるがゆえに東大卒でもモチベーションを失って堕落していく人もいるし、逆にようわからん大学でもめちゃめちゃモチベーション高くてどんどん成功していく人もいるし、まあ言うたら旬の金沢大学はマイナーっちゃマイナーじゃないですか。もう都内に行ったら金沢大学ってどこするみたいな。だけどモチベーション高いからいろんなことを挑戦していくわけですよね。旬と比べてモチベーションを失ってる東大卒って魅力的じゃないわけですよ。学歴はどうでもいいんですよ。逆に考えて学歴で判断する会社は入ってからめちゃめちゃくだらねえなって思うことに直面するんですね。本質的じゃない部分で評価されてきてしまう文化があると。逆に学歴で落としてくれるところはラッキー。ああ、なるほど。だから入ってからめちゃめちゃイライラすると思います。こんなくだらねえ本質的じゃない部分で人を判断する会社なんてクソだなっていうふうに思う。あ、絶対。なので逆にフィルターになってラッキーって思った方がいい。ああ、で学歴じゃなくてその今いる組織をに対して自分がどういう立場でどういう役割でどういう価値を残したのかっていう部分がすごく大事。受験生時代どういうところに行きたかったんですか？受験生の時は早稲田と慶応を目指してました。ちなみにそこの学歴で不利になったりとかそういう場面に直面したことってありますか？いや、まだないんですけども、先輩の話聞いてると、まあなんか自分の周りが、その総計以上のクラスだったり、まあ自分と同じレベルがいないみたいな、そういうところにちょっとコンプレックスを抱えてる先輩がいらっしゃったので、どうなのかなっていうことで気になります。意味がないですね。もう、逆に学歴ドヤってしてくるやつは、魅力はゼロなので、むしろラッキーと思ってくださいって話ですね。はい、受験とかの成功談をその就活とかで使おうと思ってもいけない。受験の成功談っていうのは高校生の頃のエピソードって頑張れるじゃないですか。はい、で、まあ、もちろん賛否いろいろあるんですけど、僕は反対派で、はい、なぜかというと強制力があると、日々朝から何時まで授業があって何時から何時部活があって、はい、逆に大学ってめちゃくちゃ自由じゃないですか。そういう自由な時間の時間という資産をどこにどう投資したのかっていうのを見たいんですね。大きい多くのは大学時代の話であって高校時代の話は僕はあんま聞かないかなっていう。エントリーシートがこれから本格化する時期だと思うんですけど、エントリーシートで落とされる理由で学歴っていう風に理由学生が結構多いと思うんですけど、まあ学歴が理由だったとしてもそもそもそういう企業には行かない方がいい。そもそも行かない方がいい。そうだし、それ以外の理由もいっぱいあると思う。学歴のせいにして逃げたいだけだと思う。それは言い訳ですね。それは実際僕らの質問募集とかでも学歴フィルターが一番多い、圧倒的に多いですね。悩みとして、だからそれは逃げてるだけですね。逃げです、言い訳ですね。それ以前にイエスが弱いです。結果的にやっぱ優秀な学生が集まるのはやっぱ学歴が高い学生っていう事実はあれど、就活においてはその条件的には一定っていうことですよね。一定です、もちろん一定です。ちょっと今の悩み解決されましたか？はい、だいぶ急にどんどんまた自信が、うん、だから面白い学生がいれば普通に OB 訪問で社員にあってはその社員は人事にちゃんと言う。絶対あの大学のどこどこってやつはめちゃくちゃ面白かったよっていうふうに必ず言うので、学歴関係ないですね。逆に目立つじゃないですか。明治、早稲田、めちゃくちゃ学生多いですよね。だけど、どこの大学の誰々って目立つじゃないですか。あ、じゃあ、どこの大学の誰々が覚えておこうみたいな感じになるので、逆にそれはもうポジティブに考えた方がいいです。ただ、それはだから、社員訪問でちゃんと爪痕を残せるか残せないかっていうのがすごく大事で、爪痕が残せないんだとしたら、それは学歴関係なく、お前の実力だよっていう。悩みが解決されたようで、僕らも嬉しいです。まあ、あとはね、尊敬する先輩を見つけて、はい、その先輩からいろいろ盗んで、尊敬する先輩からいろんな人を紹介してもらうっていうのがいいかなと思います。で、あとは近すぎなくてね、1個上2個上はすごく近いと思うから、もっと5個上とか10個上とかの先輩に対して、もっともっとアップアタックして、いろんな広い世界を知った方がいいかなっていうふうに思う。うん、ちなみに5個上、10個上とかの人とコンタクトは取ってますか？5個上は取ってるんですけど、10個上は取って。まあ、なんなら20公演、30公演でも全然よくて、78年続いてるんだったら、それこそもう30公演の先輩で取ったりとか、もうどんどんした方がいい。なんか OB 会とかあります？集まりとか。あ、でも今集まらないか。そうなんです。集まらないから、じゃあ口コミしかないな。じゃあ誰々さんっていう、こう、まあ、ポジティブに考えましょう。はい。はい、でも一生そうだね。これ別に就職活動に限らず、やけに強いなんです。表情が違いますね。確かに、うん、最初の、ちょっと頑張った、ね、表情から、表情今柔らかくなって。うん、